修士会。修士会、修二会は、日本の仏教寺院で行われる法会の一つで、治む二月会とも言う。また、修正会、主相会とも呼ばれる。古来は、旧暦一月に行われる法会である。農耕を行う日本では年の初めに順調と、豊作を祈る、記念祭、年追い祭りが、重要視され、神や、それへの力で法年を招き災いを遠ざけようとする。 養老令にも記載され、8世紀には国の重要行事とされていたが、修辞会は記念祭に対応した仏教の行事として形成され、定着した行事である。奈良時代に主要な寺で始まり、光明皇后の役所も兼ねた宮殿守備中隊でも行われ、平安時代984年には修辞会が山里の村々の寺の重要な行事として、 造花を飾りこう、滝仏前を飾り祈っていた、宝絵言葉の記録がある。その後も日本全国の寺で様々な形式で、修辞会や修正会は行われているが、奈良の古寺で行われるものが著名で、特に東大寺二月堂の修辞会は、お水取りの通称で知れる。また、薬師寺の修辞会は、花会式の通称で知られる。他に、法流寺西遠藤で行われるもの。 長谷寺で行われるものがある。これら南東諸州の修士会を下記で取り上げるが、これらの他にも新言州や天台州の古寺で行われている。これらの修士会は、奈良時代半ばの8世紀に成立した、ケカ作法である。それぞれの本尊別に確立したもので、本尊の名前がついているが、これは、大乗仏教の側面を持ち本尊に対する、これらケカ、懺悔をすることは、 自己の修行だけでなく、一切の人々と社会に向けて、世の人たちの救済と利益につながるものとされる。このため上行する僧侶を選び、あらゆる人々が犯した罪を許してもらうため、心身を清め本尊に対して、礼拝行を行い、一日六回本尊の周囲を巡る行動をして、2つの徳を褒め叩たたいて礼拝する行を毎日繰り返す。苦行の面を持つ。 お水取りとして知られている東大寺の修士会は、十一面ケカ法だが、八世紀半ばからのケカ作法、だけでなくその後にコミッキや、神道や修験道民間修俗や、外来の要素ま加えて、大規模で多面的なものとして行われている。その本業は、かつては、旧暦2月1日から15日まで行われてきたが、今日では、新暦の3月1日から14日までの2週間、 行われる。二月堂の本尊十一面観音に、連行衆と呼ばれる精進決裁した行者が、自らの過去の罪章をお懺悔し、その苦毒により、交流仏法、天下大安、万民部落、五国法上などを祈る、法要行事が主体である。関西では、お松明と呼ばれることが多い。伝説では、二月堂縁起絵巻、天文十四年千五百四十五年によると、 天平商法三年、七百五十一年東大寺の、海山、両弁の弟子の実中が、笠木山で修行中に、竜穴を見つけ入ると、天神の住む天界、と卒天にいたり、そこにある常年観音院で、天神たちが十一面観音の経過を行ずるのを見て、これを抱会でも行いたいと願った。しかし土卒天の一日は、人間界の四百年に当たるので到底追いつかないと、 天神の一人に言われた。それで、少しでも都卒権のペースに合わせようと走って、行を行うと念願したという。東大寺洋六、過剰元年1106年によると、実中和尚が二月堂を創建し、初めての東大寺の十一面経果が天平商法四年、七百五十二年二月一日から十四日間、行われたと伝えられる。堀池春宝は、実中はまだ二十代で、 役職も低く行は、寺全体のものではあり得ないと指摘し、さらに正倉院宝物の創建初期の東大寺四いたりず、天平商法八年七百五十六年六月九日、作成に二月堂を記載がないと、実中の創始と二月堂の創建を否定し、死び中退の十一面結果書の行に実中は、関与しただけであり、光明皇后の天平法事四年七百六十年の、 没後移設して二月堂になったとするを唱えた。だが、建築士や山岸常人により、東大寺四イタリズには、若狭の位置にすでに、位の印があり、現在の二月堂敷地の南西閣付近にあたる、場所に印が記載され、三軒二面の衝動だったため、同名を記さず記号で表記したと実中創建と、創始を補強し、実中と弟子たちの行が、 実中が養殖に上がるとともに寺全体のものとなったという見解も反論された。修士会を行う行者は連行宗と呼ばれる十一人の僧侶で、三役や仲間、中元、同時、大人であると呼ばれる人たちがこれを補佐する。連行宗の僧侶の任命は、毎年、東大寺初代別当両弁僧侶のご記述にあたる十二月十六日、早朝、法要開始前に、 華厳宗州館長から発表される。連行州のうちでも特に四式と呼ばれる四人は、上席にあたる。四式は次の通りである。これ以外の連行州は、平宗州と呼ばれる。平宗州は次の通り。また連行州を三役、同同時将校兼子り、かけるし、串をはじめ、同時、仲間、中元などの人々が支え、行事を進行させていく。 3月1日の本業に入る前に、別家と呼ばれる前行がある。階段院の栗、別家房で、連行集が、精進決裁して、合宿生活を行うのである。世間の火を一切用いず、火打ち一種で起こした、特別の火だけを利用して生活するのでこのように、言われる。初めての連行集、侵入侵入と、初めて大同士を務める人は2月15日から、 それ以外の連行衆は2月20日から別科に入る。私別科の期間は自房に物を取りに行く程度は許されているが、勝手な飲食も火に当たることもできない。境内の外に出てもならない。かつては自房で行ったが、再退するようになってから合宿するようになった。2月21日は、社産が行われ、侵入を除く連行衆が和城を先頭に列を作り、 八幡殿、大仏殿、天皇殿、海山堂に参拝し、行の安全を祈願する。途中四カ所で、平朱が、ほら会を吹く。また、この日、二月堂の湯屋で、試みの湯が行われる。例年のごとく、御家行なさりょうずるでこうやと問われ、衆士会に参加する覚悟を固める手から入浴す。二月二十三日には、花ごしらえ、刀身揃えが行われる。 東、大寺修士会では仏前に備える花として、造花、椿と南天を作る。また、この日、灯明に用いる灯芯を作る。この二つの作業に連行集、三役らが総出で行い、椿四百個、南天五十個、多くの灯芯を用意する。二月二十四日には、上七日に仏前に備えられる、断とも、断具と呼ばれる。 厚さ3センチメートル直径1 5トルほどの餅を100個つく。3月5日にも、同数の眉みともが下7日のために疲れる。しべっかの期間中、本業に備えて、宝具を準備したり、夜は声明、節をつけて今日を読むの練習をする。声明の節は複雑で、すべて暗記せねばならず、特に侵入にとっては大変な仕事である。2月25日の社算は、 シャバとの別れの意味を含む、送別日に入るのは2月26日で、順次入浴し、紙子、紙で作った衣を着る。紙子は、正常なものと考えられており、行の期間中はこれを着続ける。この期間中は、別家房の大広間の手島ご座という正常なご座の上、以外に座ってはならず、死後は許されず、火の毛は一切ない。湯や茶を勝手に飲むことができず、 土の上に降りてはならない。椿の増加を枝に刺したり、紙子の上に獣医という墨染めの衣を初めて着る、衣の修儀などが行われる。また夕刻ほら貝の吹き合わせもする。夜は生命の練習である。二月の末日になると、階段院の別科棒から、本業の行われる二月堂に移動するため慌ただしくなる。各種の法具などは、 香の煙を焚き締めて清める、こう、香るをしてから外に運び出す。最後に、大広間で、大山へ、大井山へを唱えてから、連行集は二月堂に移る。本業の始まりである。本業の間に連行集が寝泊まりするのは二月堂の、北側、上り廊と呼ばれる、石段の下の、直道、三郎宿所と呼ばれる、細長い建物である。この建物は、鎌倉から、 室町時代に建てられた重要文化財である。宿所入り2月28日。順年は29日の夕方、大中富の払いが行われる。町内市が大中富払い言葉を目称し、御手倉で連行集を清める。神道の行事である。東大寺修司会には神道的要素が多く含まれている。3月1日の深夜1時から、 受戒が行われる。戒を授けるのは、和嬢で、和嬢は、食堂の稀人と、露ン者、瓶ずる尊者に向かって、重慶自解した後、連行集全員に守るべき八再戒殺生盗み、女性に接することなど、を一条ずつ読み聞かせて、よく保つや否やと問いかける。大同士以下、連行集は、床から降り、しゃがんで合掌し、戒の一つ一つに対して、よく保つ。 よく保つ、よく保つと三弁誓う。なお三月八日にも改めて受会が行われる。受会が終わると、一時四十分、ただいま神堂、ただいま神堂の掛け声に合わせて連行衆は、一段となって二月堂に神堂し、器物に履き替え、雷堂の床を踏み鳴らす。これを開けしろ神堂という、内人の城が開けられ、扉が開くと、連行衆は内人に駆け入り、 趣味団の周囲を参集し、本尊を礼拝し、内人の掃除や趣味団の飾り付けを行う。日時15分ごろ、二月堂内の明かりがすべて消され、扉が閉ざされる。堂々時が、火打ち石を切り、火を起こす。この火を、一徳かと言い,い、常明かりの火種とされる。日時30分、初めての結果法要、開示路法要が行われる。これは3時ごろ終わり。 終身となる。明けて、正午になると、鐘が鳴らされ食堂で、食作法、直作法が行われる。正午から約30分、大同士が、信者の息災、過去者の成仏などを祈願した後、一汁一菜、または二歳の食事、生食をとる。その給時の作法は独特のものである。生食の後はその日は、食事をとってはならない。この作法は、 本業の間、連日続く。二月堂の本尊は、大観音、小観音と呼ばれる二体の観音像で、いずれも絶対の秘物で連行集も見ることができない。この行事の中心部分である、本業の期間中、日に六回、六時という、十一面経画法が行われる。六回の法要にはそれぞれ、名前があり、日中、日没、初夜、半夜、五夜と呼ばれる。 その唱える内容や、節回し、所作などは六時それぞれのものがある。平柊が交代で同志を務め、その声に昭和して、シ句を全員で唱える。この同志を、自動詞という。結果法要は次の通り行われる。南無観自在菩薩を繰り返すうちに、南無観自在、南無観自在となり、南無観、南無観と短くなって、雪気分が高揚してくる。 最後は、ナム・キミョウ・チョウ・ライ・ダイジ・大悲漢自在尊と、おごそかに唱え締めくくる。方号が終わり近くになると、平羅衆の一人が、大道に出て五体統治を行い、懺悔の心を体で表現する。そして、大懺悔、五行道と続き、恵光文で終わる。初夜と五夜の結果は、大事と言われ特別丁寧に行われ、結果作法の後に、大道し作法、まじないし作法を行う。 大同主作法は、聖武天皇、歴代天皇、東大寺に縁のあった人々、戦争や天災に倒れた万国の人々の霊の、母大を弔うとともに、現職の総理大臣以下の閣僚、最高裁長官などの名を読み上げ、その働きが、天下太平、万民部落をもたらす、よう祈願する。初夜の大同主作法の間には、神明朝が読書される。これも、 神道の行事である。一万三千七百よその神明が読み上げられ、呼び寄せる、感情。お水取りの起源となったお乳明神は釣りをしていて、これに遅れたと伝えられている。また三月五日と十二日の二回過去町読書が行われる。過去町では、聖武天皇以来の東大十円の人々の名前が、朗々と読み上げられる。これには怪談めいた話がある。 鎌倉時代に、周喜びという僧が、過去帳を読み上げていたところ、青い衣を着た女の幽霊が現れ、など、我が名をば過去帳には読み落としたるぞ、と言った。なぜ私の名前を読まなかったのかと尋ねたのである。周喜びが声を潜めて、聖意の女人、塩江の女人と読み上げると、女は満足したように消えていった。今でも、 聖意の女人を読み上げるときには声を潜めるのが、習わしである。まじないし作法、趣旨作法は、まじないしが、趣味眼の周りを回りながら、清めの水、趣旨を巻き、印を結んで呪文を唱えるなど、密教的な儀式である。鈴を鳴らして四方に向かって四天皇を勘定するのも、その一環である。三月十二日以降の三日間は、小屋のまじないし作法の間に、 脱炭の行法が行われる。脱炭の行法は、どうつかさいか八人の連行衆が、兜のような脱炭棒をかぶり異様な風体で道場を清めた後、燃え盛る大きな松明を持った家庭が、取水器を持った水天と共に、趣味岩の周りを回り、跳ねながら松明を何度も雷イに突き出す所作をする。まじない師が、はったと声をかけると、 松末は床に叩きつけられ、火の粉が飛び散る。修辞会の中で最も郵送でまた謎に満ちた行事で、ある。その日のすべての行法を終えて、三郎宿所に戻る時には、長寿、長寿と声を掛け合いながら、石段を駆け降りる。長寿とは手洗い、トイレのことである。ある時、行法を終えて帰ると、カラス天狗たちがやってきて、行法の真似をして火を持て遊んで危険だったことが、 分かったので、ちょっと手洗いに行くのだと思わせるためにこういうのだそうで、ある。修辞会のシンボルのような行事に二月堂の舞台で火のついた松明を振り回す、お松明がある。この松明は、神堂の松明と言われ、本来は、初夜の行を始めるために連行集が上り楼を登る、時に、道明かりとして焚かれるもので、室町時代の絵では五十センチメートルくらいの今のちょろ、 松明程度のものであるが、江戸時代に徐々に大きくなり、同時に寺から金星が出されたが同時が見せ場を願い、そのまま今のように巨大化し、演じるようになる。数との同時が松明をかざして、後に一人の連行集が続き、入道された後に、その松明を舞台、欄間に回り、火を振り回すのである。その後、裏に回り、水槽で消され、上がってきた上り路を降りていく。 本業の期間中連日行われるが、12日は一回り大きなカゴたいが出るので見応えがある。また、12日のみ11本の松明が紙道する。他の日は10本である。12日以外の日は、侵入は先に紙戸をして、準備をしているため10人。12日だけは、準備をしてから一旦稼働するので11人の紙道となる。このカゴたは、長さ8メートル。 重さ7 0ラム前後あり、バランスを取るため、根が付けられている。他の日の松明は、長さ6から8メートル重さ4 0グラム。籠松明以外は、使われる日の早朝に担ぐ、同時自身が、食堂、気道脇で作る。材料は1から2年かけて集める。周辺各地から竹送りとして、ナバリの、伊賀はじめの伊松明こう、奈良市内園下による、人深海。 生駒市高山地区の正田松摩港、京都府京田辺市の山城松摩港などの港やグループから寄進があり、一年間保管の後に使用する。籠をくくる富士鶴は、滋賀県甲賀市、旧、滋賀ら地区の甲州滋賀ら一進港から毎年2 0 0ラムが新されている。だが竹以外は年々調達が難しくなってきている。 お松明まつの粉ノコを浴びると健康になる、あるいは幸せになると信じられている。また、萌えかすを持って帰りご夫の代わりにする信者も多い。12日のお松明まつには年によっては2万人から3万人の人出がある。ただし12日は非常に混雑するため規制、照明、放送などがあり、雰囲気を味わうには前半に見る方が良い。 走りの行法は3月5日からの3日間、および3月12日からの3日間、小屋のけかさ法の前に行われる。本尊十一面観音の十一の面のうちの、頂上仏面を、ナム頂上、ナム斎上などと礼拝し、趣味団の周りを回りながら一人ずつライドに出て五体、統治する。だんだんと歩調が速くなり、はじめは、木の靴、差し掛けを履いているが、 やがてそれを脱いでしまいはだで走るようになる。この行法は前述の実中の伝説に由来する。3月12日、小夜のまじないし作法の中で、13日午前1時、まじないしは連松末という松末に照らされながら五人の連行衆と共に、南側の石段を降りて、赤い屋、赤い屋別名、若祭へ向かう。大勢の参拝者の見守る中、もされ、 おごそかに行列が進む。途中小さな神社に立ち寄り、法要を営んでから、まじないしと、道道寺とかけるしと数人の道寺が赤い屋に入り、香水を組む。他の五人の連行衆は入り口を警備する。香水は赤桶と呼ばれる桶に入れられ、榊を飾った二内台に乗せられ、内陣に運ばれる。香水は趣味段家の香水壺に蓄えられ、本尊に備えられたり、 強化の水として用いられたりするこの水は、若狭のお乳明神が、神々の参集に遅れたお詫びとして二月堂本尊に、献じられたと伝えられ、今でもお乳明神の神宮寺であった若狭小浜市の若狭神宮寺では、今も、この都に水を送る、お水を送り、三月二日の行事が行われている。お水取りが終わると、まじないし作法は再開される。東、 大寺修辞会は752年、天平商法4年始められて、以来、現在まで一度も途絶えることなく今日まで伝えられている、東大寺がある限り続く、二人の行法である。修辞会は1667年、漢文7年に二月堂が火災で失われた時も三月堂で行われ、仏師難から、諸々の行事が中止せざるを得なかった。 太平洋戦争の戦中戦後は特に困難だったが、堀池春宝が、用土担当者として、食料や資材の確保、人員調達に奔走し、終次会の中断を防いで評価が高い。戦争中は、防火管制や空襲警報で、銅の扉に目張りをして閉じて、行をして、水取りに行くのも松明を使えず竹筒にろうそくを立て、前を開けて、 黒い布を垂らし足元だけ照らして続けた。2011年3月で1260年、1260回を数える。東大寺では、修辞会の他に修正会も行っている。1月7日のみの簡単なものであるが、初夜と五夜に分かれ、初夜では、女遺林観音に化化し、五夜では、来仏下保か多くの法要が行われる。修士会の行は、 許可を得た男子が外人に入ることを許されるほか、司法のつぼと呼ばれる配殿で自由に拝聴することができるただし静粛が絶対条件。しかし枕闇の中、物音や内人の壁に遮られて拝聴していても一体今、何が行われているか聞き取れないことがほとんどである。それを行く文化でも理解するために、派行の構成を前もって、簡単にに入れておくことが必要である。 今日の内容は、基本的には、日中、日没、初夜、半夜、五夜、陣長と、六回のケカ作法を繰り返すことにある。ただし同じケカ作法といっても、時により日により、長さや唱えられ方に、かなりの移動がある。初夜と五夜では、ケカ作法自体の時間が長い上に、大動詞作法、樹詞作法が加わる。そこで、一日の日程の骨子は次のようになる。 原則的には、日中のケカ作法は1日1度の食作法が終わって午後1時ごろ始まり、お松明が終わって、初夜の始まるのが7時半ごろ、本手水が11時ごろ、人調のケカ作法の終わるのが午前1時ごろである。ただし3月12日は、お水取りのスケジュールが混むので4時ごろまでかかる。結果作法の対応は、ビルシャナ物や、11面観音など、 ふっつの雷山にある。テキストは、様々な物典からの抜粋であり、内容はそのふっつの御名の連呼、ふっつの微質の列挙と言ってよい。ただし、中ほどで唱えられる呪い願いは連行集が、この2週間どういうことをやるかという、いわば、修士会の先生である。いずれもが漢文である。理解できない漢文が続く中で、式次第の、 どの辺りにいるのかを知るための目安となる特徴的な行は、左剣を踏み鳴らして連行衆たちが道内を回る、三下の行道と般若信行の行道である。三下の後に呪い願いがあり、有名な南無漢の宝号があって、宝号の間に五体当地がある。全身を五体板に投げ打って行う。この行は三下の心を最も象徴的に表ていると言える。 最後に近く、信行の行動があり、締めくくりに、大社、恋、恋という神秘的な唱え事が聞こえてくる。大筆者とは、すなわち十一面観音、恋とは栄光一切の縮まった形である。大道師作法では、今度は仏でなく、日本全国の神々を将来し、神明帳を読み上げ、次に、小さいところでは行の無事、大きいところでは、世界平和を祈願する。 2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震が行中に出かした、時には犠牲者の冥福を祈るための祈願が急遽、加えられている。すべてが日本語で行われるのだが、概ね早口で唱えられるため、祈願の区切りごとに、真珠の御名と唱えられる。この決まり文句しか聞き取れないことが多い。過去帳は5日と12日、この作法の間に読み上げられる。 樹脂作法は、道場である二月堂を正常にするため、悪気や地味毛量を追い払う儀式である。道内に四天皇を呼び入れるために、東西南北に向かって、小賀関将来放電、赤七少々勘定下と、高らかに唱えられるメロディーが忘れがたい。この作法では、漢語だけでなく、盆語も登場する。最終三日間の脱炭の行法は、五夜の樹脂作法の後に来る。 問題は一つの作法から次の作法にいつ移行するかだが、結果作法と大動詞作法、大動詞作法と樹詞作法との間にはホラガイの吹き合わせがあるので、簡単に場面転換のきっかけを知ることができる。通称、花絵式と呼ばれる薬師寺の修辞会は、例年、3月30日から4月5日にかけて行われる薬師結果法である。4月5日は、 ケチガン法要として、おにおい式が行われている。薬師寺の修辞会は、花会式と称されるように、十種の増加が、本尊薬師如来に捧げられる。これは、過剰二年、1107年、堀川天皇の皇后が病気になり、その平友を薬師寺の本尊に祈願したところ回復したので、これに感謝して、修辞会に梅、桃、桜など、 和紙の増加を十種類の増加を備えたのが始まりであると言われている。結果法が終わった五日の夜八時に鬼追いがある。松明を持った黒、青、赤、白、木の五匹の鬼が道外に現れ、大声で叫び道を駆け巡る。やがて美写門天が現れ鬼を退散させる。終始会の最後に鬼が現れるのは、長谷寺の駄々押しと共通している。 なお、修正会は1月1日から15日にかけて行われ、吉祥天女を本尊とする吉祥経過を行う。新薬師寺では、本尊薬師如来の縁日である4月8日に薬師経過が行われる。夕方5時から、東大寺の協力を得て11人の僧侶が日中の法要を行い、7時から大松明が11本境内を行動する。その後、 初夜のケカ業が行われる。毎年2月1日から3日にかけて、再演道で行われる。校長元年、1261年以来続く、伝統行事。本尊の薬師如来座像の前で、薬師ケカを行う。なお、ケチ願の3日、午後7時頃から、追賀式が行われる。再演道で、黒木、青鬼、赤鬼が松明を投げ、 微写門天が現れて、鬼を追い払う。薬師寺の修士会と共通するものがある。なお、毎年1月8日から14日放流時の近道では、修正会も行われている。この行事は、神語慶運2年、768年に初めて行われて以来続いており、吉祥天に向かって懺悔する吉祥家果である。7日間にわたり、人朝、日中、日没、 書屋、範屋、語屋の法要が行われ、国家安院、万民部落、寺門教皇の祈願を祈願する。長谷寺では、毎年2月8日から14日まで7日間、本尊十一面観音に対する経過法要が行われる。決願の2月14日、ほら貝や太鼓が響く中、松明をもって、本堂の周囲を赤、青、緑の鬼が走り回る、だだしが行われる。 ダダ押しの、ダダは、東大寺で行われる、だっタンと、道語源であるという説がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。